およそ半年の時を経て再び戦いの舞台に健太が戻ってきます。そしてその対角線には人間の相手花橋博士が立ちます。健太が戦いのリングに戻ってくる。後楽園ホール健太復帰戦、夏の到来、 G1 開幕迫る中でこの男は戻ってきた。健太がこの半年間のたまりにたまった鬱憤をぶつけ、ここから再び動き出す。リングに入るなり花足の前に立つ。全員さらにこの岸田に視線をぶつける。